警戒されてんな。ナイスボタン。はいはい、サンキューです。そうサンキューボタン。えあ、よかった、メガさん、しろあらっよかった。何がさ、あ、メガさんが今誰も死んでない状態でボタンを押したんですよね。あ、そうです、そうです。で、このゲームは一人一回しかボタンを押せないので、メガさんがその今後死体を消す権利を失った。で、あと、メガさん自身のキルチャンスを自分で潰してるから、まあ、ちょっとインポスターとしてはちょっと村に貢献しすぎてるよねっていう話ですね。わりがしろ、わかりやすい解説ありがとうございます。ありがとうございます。わかりやすい。ということで、全員宮さんに投票していただいて、ボタンに感謝、はい、ボタンに感謝。もう用済みだよ、宮谷くん。宮さん、もう用済みだよ。いらないの、もう。ボタンないしな、宮さん。ボタン押せないやつはいらねえんだよ、もう。宮谷くんっていいやつだったよな。これ投票したらガチで釣られる可能性あるから、ちゃんとすっあるね、これ。悪ノリで言っちゃうから、これ。悪ノリでワンチャンある、これ。いや、もう関西人ちょっと悪ノリしたくなるんで。64とか目指してもいいですけどね。僕も関西ですよ。気にかけてるから。絶対誰も迷惑に入れたらあかんよ。絶対に入れたらあかんよ。これの振り来た。ちょっと待って、マジで死ぬ。マジで死ぬ気がする。最後の試合なのに。いや、死ぬな。死ぬな。生きて。やばいやばい。びっくりした。危ねえ。危ない。なんで2人入れてんの？入れたやつ。ああ、2人か。じゃあ、俺も入れてよかったな。とんでもねえ爆弾発言だな。リアクター攻めするか、今回も。誘い込めたこのためが、シートでやっても多分なんだな。あー、今やりたかったな。待ってたんだけどな。僕めちゃくちゃショボスケさん怖かったんだけど、あれ なんすかあれ。いや、僕はベッドベイに1位いたから。あ、そういうことか。めっちゃ、はい、なんか目があった瞬間、殺すか殺さないかみたいな、めっちゃ悩んだ感じで見てて。いや、僕がインポスターだったら殺してやろうと思ってましたけど、やば、僕の画面にはキルボタンがなかったんですよね。やば、なるほど。あ、ないんなら白いですね。
ですよね。大体何より見てください、このスイッチ。うん、白このメガホンのアイコンが何よりも白さを表している。いや、リアクターでめちゃくちゃ団子になった時超怖かったんですけど、ね、怖かったっすね。8人ぐらいいますね、うん、リアクター、うん、めっちゃいた、ね、うん、これは大輔さんに投票の流れですか。あ、なるほど。いや、まあ、もう用がないということで、どっちのに出ましたよ。じゃあ5位、まあ、みんな最下位、まあ、先に用しか入らなかったんで大丈夫ですけど、本当に資金です。これ資金ですだよ、それ本当に。これどっちの振りなの、どっちの振りなの、どっちの振りなの、これ。まあ理想は6-4ぐらいかな。あー、おー、危ねー。優しい人が意外なんだかんだインポスターしか入れてないか、これは。マジか。あー、リアクターの位置下位だと思ったけど違ったのか。あー、キル狙いたいけど、とりあえずリアクターしまくるか、後半の席で。リアクター関連周りキルできないからな。同じとこにいるんだな。くぅ、キルチャンスがね。すごい殺しちゃってもよかったっけか。つけさん。いやー、ちょっと待って、キルが、キルチャンスがね。あー、閉めちゃった。食べました、チャンスね。はい。はい。見ました。おー。ねえや、見ました。見た！見ました。ウェポンで、フェコロンさんがチャゲポヨさんを真っ二つにした後に、目の前で弁当に入っていきました。うん、入ってない、入ってないですよ。全然入ってないですよ。弁当に入った。入ってない。だってそこにいないですもん、俺。ウェポンの上にいた。いやいや、いないよ。いないって。まあ、一応僕は右側で、ピンクと茶色と赤がいたんですね、右側。うん、まあ、僕と同じが。なんで、まあ、容疑者1はこの3人なんですが、まあ、あとはまあ、そんな感じです。いや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 、いやいやいや、やってないです、やってないです。いや、あのね、もう目の前で見たんで、僕。いやいや、カフェテリア行ってるんですよ。いやでも、いやいやっていうのはおかしくて、この間メイヤさんがキルしたっていうのはわかるんですけど、いやいやっていうのはちょっといやいや、ま、マジいや、やってないんですよ。カフェテリア、俺そこに行ってないんですもん。どこに行ってない、行ってないっていうか、ウェポンのそのまま通り過ぎてカフェテリア抜けたんで僕。なるほど。センターさんで、後ろから来る黄緑色は見てましたけど、僕も。僕今最終カフェテリアの左のドアのとこですね、閉まってたから。わかんない、後ろはちょっとわかんないけど、チャゲポヨさんとね、翔介さん、翔介さんだけ、僕はコミュニケーション側から抜けて、センターさん上から抜けたってことなので、あ、そうっすね。メイヤさんはアドミン側から行ったってこと。メイヤさんもいたはず、4人いたはずだから、うん、合ってますね。そう、O2 のタイミングで停電が来たから、あ、フェコロンさん左にいたなと思って、停電のタイミングだから一緒にいようと思ったら、そこにしょぼすけさんがいて、しょぼすけさんが右行って、で停電が来て俺が上行ったタイミングでその現場を目撃したって感じです。もう 100%、
100%。いやいやいや、俺じゃない。でも、メイヤさんが、ね、強靭じゃない限り。メイヤさんが強靭じゃない限り、いけますよ。しか俺は言えない。見てた。あんた、やったならやったって言いなさいよ。やった。そんなこと、そんなこと言うわけないでしょ。ヘコローさんにスキップします。ああ、うん。ああ、ヘコローさんに。うん。いやいや、あの、え、スキップいやいや、違うでしょ。いや、違うでしょ。なんでこうなんのよ。チンピオンって。だいぶ入る。そんなに入れる見ちゃったよ、ヘコローさん。覚えとけよ。あそこ、やるべきやったな、翔介さん。あそこだったな。すべては。いやマジでチャンスだ。少しのチャンスをやるしかねえな。うわ、しょぼけた。ロアとエレクトリカルの。え、ロア、え、そんなの？ロアの右側の通路です。マジ？マジ？できてるところ。あれ、しょぼすけさん、エレクトリカル付近いませんでしたっけ？いた。いました。ね、で、一緒向かって、誰だっけ？ハイブリッドさん。もう多分見てるんじゃないかな。僕、でもね、しょぼすけさんっていうか僕が覚えてるのは、キヌガワさんと一緒にリアクターを直しに行ったのと、その後もビエラさんと行ったのかな、その次は。うん、うん、そうです、ね。だから、そうだ、ビエラさんと2回目の時にリアクター2回とも直しに行ってるんですけど、ビエラさんと2回目は行ってて、その時にエレクトリカル側から一緒に行った気がする。そうですね、あれ、ビエラさんだったっけ、一緒に行ったの。でビエラはすぐ後ろいたんだけど、全部リアクターに行ってます、うん、で今なったリアクターの1個前のリアクターなった後に、まあ、エレクトリカルに多分4人ぐらいいましたので、僕はリアクターになった時にリアクターに行ったんですけど、あ、そうか、あの時はまだセンタンさんと俺とビエラさんとショボスケさんとか、そうだね、その後はそうですね、ですぐ一緒に、はい、だからそうですね、残り2人ぐらい残ってましたよね。なんかタクトとメイヤさんがエレクトリカル残ってました。エレクトリカルにいる、うん、だからタクト君は今いる。あ、今いるってことか。じゃあその時の前、え、なんかクラ神様おらんかったっけ。でも俺ね、あのロアエンジンからエレクトリカルに入ってるんですけど、何がしたいなかったよ。どこで戦うんですか。僕がいたなんか神様がエレクトリカルになんか残ったまま僕たちがリアクター走っていって、あ、なるほど。なんかそれ、それの、いや、すみません、いや、もう誰か覚えてないですよ。だって俺、ね、と一緒にあのエレクトリカル、あ、リアクター向かってるもん。神様多分めちゃくちゃ白いと思ってるから、後でいい。神様白い、うん。あ、了解です、了解です、すみません。でも、その時なかったってことでしょ、死体は。なかった。うん、その時はなかったけど。僕たちが先じゃなかったですけど、置いていきましたよね。いや、そうです。僕先出ても。あ、どうすかな。一キルできたし。つか。
あれ、押す流れかなと思ったんですけど。あ、いいと思います。あ、全然押して大丈夫だと思います。じゃこれそもそも麺屋さんローラーしてないのなんか草生えません？なんか一つ、あの僕言いたいのあるんですけど、タクトです。はい、そう、エレクトリカルに僕と麺屋さんが残されてて、で僕が先にタスク終わったんでエレクトリカル出てアドミンに行ったんですよ。でアドミンに着いた瞬間にアドミン見たら、エレクトリカルから1が消えてたんで、麺屋さんエレクトリカルから多分出てるはずなんですよね。最終位置、さっきエレクトリカルって言ってたのは何ですか？多分ストレエレクトリカルやって、で多分、俺出てないと思う。出たっけな。出たとしたらストレージで給油をしてる。あー、まあ確かにストレージに1はつきました、それは。うん、あれさ、さっきロアに向かってる最中になかったみたいな話じゃなかったでしたっけ？俺もロアからエレクトリカルに行ってる。その時になかった、機体が。4人で行った時ってことですか？俺4人で行ったっけ、エレクトリカルに。俺ね、クラマ君と一緒にエレクトリカルにリアクターに向かってたんだけど、途中で終わったから、はい、アッパーの方からタスクをしてロアエンジン通ってでエレクトリカルに入った。確か2回目のエレクトリカルですか？僕上に行ってます。僕そうだよね。あれ2回目のエレクトリカルですか？あ、エレクトリカル2回目のリアクター。リアクター、そう。あれ違う、2回目のリアクター僕ベッドペイから行ってるんで。別にでも1回目のリアクターの話か。いや、2回目ですよ、あのエレクトリカルの前で、うん、うんうん、見つかったのは。あ、それじゃあ、鞍馬くんと一緒に行った話です。あ、それは多分僕、あの1回目リアクター乗った時は僕メッドペイから向かって。あ、じゃあ違うわ、ごめん、俺勘違いかも。1回目のリアクターが直った後に僕とメイヤーさんと、あと2人、4人ぐらいでロア通ってエレクトリカルに行って、それでエレクトリカルから2人出て行った後に僕とメイヤーさんが残されてて、で僕がアドミン行ってその後のメイヤーさんの動きっていうことです。じゃあ一応可能ってことですかね、タクトさん。そ、うんうん、そうですね。あ、まあ、ね、ロラしときたいけどな、一応ね。だいぶ白いけど、あと僕タスク終わってるんで、なんかついてほしい人とかいたら。俺ついてきてる。早っ、はい、早いな。行きます。早っ、楽そう。持っていこう、無理やり。ごめんなさい。うん。あ、大丈夫かな。あ、はい。はい。あ、クラマさんがまだ。殴ってるかな。あ、大丈夫か。一応3キルになり得るから。まあ、すっきりさせるためにっていう意味でも、まあ、メイヤさん、おらしときたいかな。ちょっと、なんでなんでだって。いや、でもな、なんか思うけど、これ、メイヤさん来なかったらさ、割と人狼、なんかもう勝ち筋なくね。メイヤさんが白だったとして、釣らんかったら、もう、人狼、めちゃくちゃ勝てなくね、これ、残り1キロだったら。もう、メイヤさんが死ぬぐらいがバランスちょうどいいわけよ。人狼勝ち筋をつけたら、わかるんだよ。そういう観点。まあ、だいぶね、白いけど。それはもあるし、スキルもさせる。エコロンさんが黒は確定だからね。らね、ああ、迷惑してもね、うん。もちろんね、それはそうよ。一回整理しときたいんですけど、1回目のリアクター終わった後にエレクトリカルに入って、で、出ていった順はどういう感じだったんですか？4人、僕が最初にエレクトリカル入ってて、その2回目だった時、どういう状況で、どういう順番で出ていったんかっていうのをもう一回整理したい。タクトと俺が残ってたのだけ覚えてて、うんうん、で俺はあの給油のタスクがあったからストレージに1回行ったかな。俺本当覚えてなくて、ストレージに多分行ってるかもしれない、エレクトリカルにいないんだったら。それから通路だね。タクトさんとメイヤさんが残ってて、で 、はい、僕も出て行った。そっから覚えてる、覚えてない。ビエラさん、うん、2回目のリアクターの時って俺後ろから行ってるから、ビエラさんが出てったかどうかまでは見てないけど、あのどっちみちね、この3人は赤油断してから、黒白は、まあ、僕目線だけど、うん、不可能だから。黄色が、絹川が一番最初に到達してたんで、誰か見てないですか？そうそう、あ、絹川さんが一番最初、1回目のリアクターも2回目のリアクターも一番最初と思う。ほうほうほう。うん、あと、タクトさん視点でどんぐらい目屋さんがあるかぐらいな感じだと思いますけど、ね、うん、一応、アドミン情報は食い違ってるのとかも気になりはするけど。はい、エレクトリカルはついてなくて、うん、ロアの右なんだったらちょっと怪しいかなっていう。いや、俺、ストレージね。みたいなね。あ、死体の位置です。俺はやってませんからね。
了解です。どうも。一応、ね。いやいやいや、もうこれゲーム、ゲームだからこれ。ゲーム、ね、ゲーム。楽しくするために死にます。いやあ、タスクがやめんだよな。最速4キルじゃないと、レポートさせるのもあれだけど。通路で殺すと。違ったっぽいですね。まあでもやっぱね、メイヤさんが鬼やった場合もめちゃくちゃ負けますからね。やっぱ釣りで よかったんじゃないですか。違ったっぽいっていうのはあ、二郎を追ってたってことですか。いや、鬼じゃなかったんだなっていう、うん、まあどっちかわかんないけど、とりあえずわかんないですよね。タスクハイブリが終わりましたぐらい、はい、僕が結構残っちゃってますね。僕も4個残ってます。僕あと1つです。クーマさんね、めっちゃ俺が殺せそうなタイミングで全然殺してこなかったからめっちゃ白いと思っちゃってんやけど、そのリアクター動向のタイミングの時はちょっと擁護ができないのよね。うん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 、それぐらい、うん、なるほど、うん、まあ、要はあそこですよね、しょぼすけさんのキルかな、集めれるなら。あれ、しょぼすけさんの位置どこやったっけ。ロアの横じゃなかったです。ああ、そこか、そこか。クラマさんが、ね。そしてクラマさんが発見したやつよね。うん。うんうん。そこっすよね。うん、リアクター何回かなったせいでみんなぐちゃぐちゃになってて、全然整理できてない。エレクトリカルに残った2人が、メイヤさんとタクトさんでしたよね、はい。リアクターに来た中で一番最後尾は誰やったんですか。それがエレクトリカル組じゃないですか。リアクターからってことか。1回目のリアクターが終わった後にドッとみんなエレクトリカルに入ってきて、でまたリアクターがなったと思うんですけど、その時にリアクターに来た中で一番最後尾が誰だったんかなと思って。ああ、僕は行ってないです、うんうん、でメイヤーさんも多分行ってないです。あ、多分僕かな。それ僕だと思います。あの、まあ、そもそもリアクターにも入ってない。ああ、エレクトリカルからアッパーエンジンの方に抜けてったんですか。あ、僕エレクトリカルは一回も行ってないです。まあ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 、わかんねえ。メッドペインから、だからあの、メイヤさんが多分僕をずっとエレクトリカルから行ったって言ってるんですけど、僕ずっとメッドペイから行ってる。それなかったな。それはメッドペイから上通って行ってるってことなのかな。あ、上から来てリアクター行ってます。ん、厳しい。これとりあえずリアクターは必須だな。警戒されてんな。
はい。はい。あ、二人死んでる。あ、一人か。いや、ハイブリッドさんと、タクトさんが死んでますね。あ、二人ですよね。わかった。え、ビエラさん、今僕がセルフじゃないの、セルフじゃないの。確定確定。僕とキヌガのセルフではないです。一緒に、アドミンに入って、タクトさんが死んでたんですけど、キヌガは上からやんね、カフェテリアの。そうですね、上から。で、アドミン、あ、じゃカフェテリアとストレージの扉閉まってたんですよ。で、僕はストレージ側から待機してて、キヌガは上から。で、僕は、まあ、ストレージ。カフェ行ったけど、キヌガさんとすれ違った、あ、入れ違ったのかな、まあ、一回左行ったからかな。え、タスク残ってる人は誰ですか。僕残り2個。もう当てるかな。僕目線、まあ、神様なんですけどね。理由としては、あの、アドミン側から、あの、下に行ってるなーって感じだったんで、まあ、ぶっ殺して、扉だなーって僕は思っちゃってますけど、アドミンの入り口ですね。神様上から来てなかった。ちょっと僕、見逃してたら神様に、もう、バチ当たりなんですけど。まあ、僕、あ、そうですね。上から行ってます。カフェテリアから。カフェテリアからか。アドミンに。え、先端さんの動き聞いてもいいですか。どっから話すかな。リアクター行って、多分セキュリティ見てた時に、ビエラさんが多分行って、で、そっからすぐ離れて、エレクトリカル行って、うん、そっからも多分ビエラさんと一緒だったかな、基本。で、そうですね。うん。で、O2 になって、ビエラさん視点、センターさんほぼ無理な感じですか。まあ、ね、ほぼ一緒に動いた、ね。まあ、アドミンでは、殺して、2人殺せそうかどうかですね。いや、それは。まあ、俺目線は神様やで、ね、さすがに。うん。まあでも、まだ釣らないよ、神様。うん。安心して。バチ当たりつからね。ちょっと。すがちいけるか。これ、タコ答えたんでかいな。神様は殺しちゃいけない。しかねえかな。解約タイプか。はい、どうなってるこれは。はい、もう先端さんです。先端さんですか。先端さんの子に、ん、僕向かってたら死体とクラマさんがいてって感じですね。逆です。今向かいましたよね、3人でビエラさんと。はい、うん、って感じで僕直そうとしてたら来てたんで、一回解除したら、あの、死体とクラマさんがいたって感じです。先端さんと絹が一緒に行きませんでしたっけ。
そう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 。一緒に行って O2 で2人で直しましたよね。そうそうそう。で僕はあの下から行ってるんですよ。僕エレクトリカルあたり待機してて、うん、うん、でそっからあの右側向かって下から行ったらあの、うん、O2 のところに死体の上に立ち尽くしてる先端さんがいたんで、神様そうなんだね、うん、うん、まあ普通に僕は閉じたらもう死体があったって感じですね。ああ、そういうことか。そうそうそう。セルフレポートって感じで。まあね、僕こういう時になんかもう釣る対象はもうね、いろいろもう人狼やってるので確立してはいるんで。じゃあちょっとまあクラマちゃんなんですけど、ただあのでもなんか白証明してください。わかった。じゃああれをちゃんとしっかり説明すると、あのロワの横のキルが、うん、まあ、不可能なのは多分ビーラさんが一番多分分かってるから。そうだな。今だって木村川さんと先端さんが一緒に向かったの知ってるんですよね。うん、まあでもそこから行って直してる最中に久山さんがぶっ殺したって全然なんか、うん、まあそんなに矛盾とか別に発生してない。そこは、まあ、そこしかなかったからね。直してる間にじゃないんですよ、うん、直してからちょっと立ってると思うんですよ。いやそれは立ってない。ん、あ、ちょっと立ってる。まあ、いや立ってない。でも立ってないわ。いやここで俺がまあ倉間さん入れますよ僕は。うん、知らない。これはね、入れなかったら後悔する。いやここでセンターさんが勝つならもうそれはうまいんですよ。それはうまい、仕方ない。俺はもうアドミンからあの走ってきてる神さん見てるんで、さすがに勝ちでよろしいかな。ビエラー勝っちゃった。勝っちゃった。ナイスでしたね。やばいってこれ嘘でしょ。センターさんごめん。ほんとごめん、センターさん。ほんとごめん。終わった、なんで、ね、全部センターさんがやった。全部センターさんがやった。霊界全員でセンターさんをやって。めちゃくちゃ笑ってましたよ。もう嘘でしょ。うまいなー。センターさんうまい。神様だってアドミンで殺してたんじゃないの。え、マジで。クラマ君はね、カフェテリアから降りただけでアドミンの中入ってないから見えてないんだよね。え、でもさ、俺の目線さ、考えて、うん、いや、わかるわかる。絶対クラマ君になる。絶対クラマ君になる。やんな、さすがに。え、コメント叩くのやめて、うん、俺を先輩だって。いや、いや、これはビーラがやらかしたんじゃなくて、センターさんが分かった。ほらほらほら、擁護してくれてるよ。お前、コメント欄のやったら、お前、ここら改めろ。ビーラ、ビーラ、一つ言わせろ。改めろ。お前はゲインポスターがきついからっつって俺を、それだけだよ。いやでもそれはしないよ。お前はそれはなんか別にそのセッターさんがうまいっていうのもあるけど、何よりもなんか、うん、いやこれ忖度でローラーした方がいいじゃないですかがちょっとあれだったかって。そこ でもちょっと待ってください。だってあそこでさ、あのもしあの二人狼残ったまま試合進行してたらめちゃくちゃ負けるじゃないですか。いやこれ、まあ、あの僕シンプルに言えなかったんですけど、2つあって、はい、2つあった。まず1個が、あのスキップに1票しか入ってなかったってことで、インポスターももう起点的には切っちゃってるですね、あそこではね、っていうところと、あとはまあインポスターだとするならば、じゃあ、はい、クルーベトラするならば、あのキリゴ見たって言わなきゃいけないんだけど、そうさ、まあそれはありますけど、いや それ言わせてください。あの僕ね、全部ショボさんに全部打ち消されてるんですよ。キリ取ろうとした時に絶対ショボさん来ててでもう無理やり、あ今ちょうどサボタージュ来た、あごめんなさいって思いながらチャゲボエさん行ったら、後ろから黄緑色が来て、速攻ベント入ったと思ったらもう全部見られたんですよ。ベントの前で2秒間ベント見てましたけどね。そうなんですよ。めっちゃベントの前で固まってるんで、うわここにいろうかって感じ。その後ずっと僕はセンターさんにずっと謝ってた、ごめんなさいって。いやでもセンターさんがね、素晴らしい回でしたね。いやすごかった。あそこからよ。終わったーってなってたけど、弁当芸かましてからのセンターさん一人きりやばいな。ねえ、すごかった。みんな本当に霊界みんな応援したもん。頑張れ。後でちょっとさすがにしてみようかな。てかもう僕今最悪の気分です。むしろ忖度させてごめんなさい本当に。いやもうちょっと、いやもうやばい、もうなんか死にたいや普通に。いやいや、あのビエラさんからあの視界が切れた瞬間に、あの2つともロラーとか、それはうまいやん、それはアドミンとかやってるんで、それはうまいやん。
上手だった。あとセキュリティもそうですね、三浦さんがいなくなった瞬間にやったんで。いやでも僕そう僕視点だと三浦さんは最後にうまく三浦さんの一つの得意気でもある視聴者と喧嘩するっていうのをちゃんと成し遂げたからタスクやるの遅いって僕叩かれてるんですよ。あと最後シールドのあのポンポンポンってやるやつやったんですけど、あれやって終わるなら僕オツ止めずに行った方が良かったけど、僕だけである確信はちょっと、で正解でね、ビエラね、あの1分かかるタスクをね、今さらやんのかっつって、ね、ああ みんな笑ってたね。そこ残したのっていう。今からそのタスクやんのか、ビエラーっつって。いや、そこは結局大丈夫やったやん。いや、まあ、うん、まあ、うん、もういいよ、もう、俺は。もういいよ、みんな。いや、面白い。あ、でも、僕、その布石として、ずっとリアクター鳴らしてたんで、序盤から。右側にタスクを残させるムーブしてたんで、それは楽しい。はいはい、うまい、うまい。仕方ない。いや、これは、違います。ドヤ顔とかじゃなくて、仕方ない。右側に残ってっても仕方ないっていう、そういう作戦だったんで。皆さんいいっすか？僕今回やらかしましたけど、また一緒にやってくれますか？ぜひぜひ。やりたーい。いや、本当にやってくれ。いっぱい笑いを提供したし、提供してもらいたいです、僕は。またぜひやってください、僕と。面白い。今日僕、前半結構頑張ってましたよね、ビエラ。ビエラめちゃくちゃしましたよね。じゃあもう面白いか面白くないかなんですよ、結局。そうそう。一番ね、盛り上げてくださってたから。おもろかったっすか？大丈夫っすか？おもろかったっすか？笑顔に溢れてるじゃないですか、実際。そうですよ、そうなんですよね、実は。そうなんです。そういうとこっすよ、大事です。笑顔に溢れてるじゃないですか。ニコニコです。パッションが素晴らしかった。最後、最後、やばい。勝ちでいいっすか？からの敗北、やばすぎ。しかもその前の試合で俺がビエラに投票するわっつって、俺もナメプしてビエラっつって負けてるし、最後の試合はビエラがナメプして俺っつって負けてるっていうのが、ナメプって言ってもまあもうごめん、何も言えんけど、それは忖度やから、それちょっとやめて、本当俺が悪いから、それは伝統芸かまして、ごめんなさい本当。でも僕今日先端さん釣りましたからね、僕先端さん釣りましたよ、僕活躍しましたよ、今日大活躍。あれ、いや、めっちゃ苦しかったですね、本当に。うますぎクソワルタです。うまかったですね、釣られたからな。先端さんのナイスプレーで、じゃあ今日は締めたいと思います。皆さん今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。またぜひ、ありがとうございました。またよろしくお願いします。お願いします。はい、すいません、ちょっとね、いろいろきつかったりした、すいません、またぜひお願いします。あ、全然ですよ。いやでも、また僕はもう本当さすがやなって、もうその一言です。運動を覚えた試合だったですね、最後。面白かった。でもだからこそ僕は最初にセンターさんを切るし、弁当芸してましたから。めちゃくちゃしょぼすけさんの時殺されまくったからな。そう、もうロックオンされたから。確かに、最初だいぶ切るされてましたね、最初。まずやらなきゃって思って、ちょっとまたぜひお願いします。またよろしくお願いします。ありがとうございました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 。お疲れ様でした。お疲れ様です。